木村拓哉の都市伝説。これは巷で語られている噂。木村拓哉ってかっこいいよね。でもあれだけずっとかっこいいとかありえなくない？やっぱり整形してるって本当なのかな。それ私は聞いたことある。木村拓哉は整形している。雑誌アンアンで15年連続好きな男ナンバーワンを獲得している木村拓哉。これだけ長きにわたってかっこよくいられるのはある意味異常とも言える。そのため巷で噂される木村拓哉整形疑惑。ドラマで共演したバナナマンの設楽もこう語っている。オーラとかも半端じゃないし、かっこよすぎて CG みたいなんだよね。かっこよすぎて CG みたいになってるんだよね。あなたはこの都市伝説信じますか？さあ、じゃあまず皆さんの判定聞いてみましょうか。この木村さんの都市伝説、信じる、信じない、ボタンをどうぞ。信じる、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 信じる。12人の方が信じるという、そういうことです。いやいや、僕はですけどね。あの、山田君、VTR の時、オフうるさすぎるから。すみません。編集しにくいから。申し訳ない。生放送。余計慌てなくて。これは信用するっていうのはもうお前ら木村拓哉、これ整形以外考えられへんってことやろ。いや、俺らで信じてほしいってことだな。こんなに差があるのかと、同じ性別で生まれて。だって僕同じ年なんですよ。そうか。で、僕地元帰ってね、それも努力が違います、元が違いますよ。でもこんだけのままを保てるってちょっとやっぱおかしいと思います。そうでしょ。地元帰ってだって同級生みんなもうポンコツですよ。旧車みたいな表現やめてください。もう36ぐらいになると本当はポンコツになってるぞ。なのにこんな若さを保ってるってことは。いや、何が、あの、本当何。いやいや、やっぱりごめん、ちゃんとしたコメント言える。いやいやいや、あのコロナ禍入ってから、まあ、遅からず早からずね、あの結構 PTK はしてたつもりなんですけど。お前は今いくつなの？僕は39歳を行ったり来たり行ったり来たり。危ない危ない。1日過ぎるの大丈夫？ちょっと思いましたけどね。伝説大丈夫ね。だからやっぱり自分と比べてもやっぱちょっと金かかってるとこありますね。お前のコメント一歩進まんね、いつも。確かに。これはどう、友近。あの木村さんに限らず芸能人の方全員してると思ってるんです、私。もともとそうなんですよ。お笑い芸人からするとそういうとこあるよな。そういうふうな、もう目でそんなだけ綺麗やったらなんかしてるやろと。はい、広末さんもあの全員してると思ってますよ、私。急にどうした。どっからが整形かっていう問題もなるわな。そうです、寄せてあげても整形やろ、一つの。もう化粧が整形やろ。そういうふうに。そういうことになると、これまあまあなあ、木村どうなのよこれ。じゃあちょっとこの場をお借りしてちゃんと白黒つけようと思うんですけども。あれ、カミングアウト。多分ね、強い光源とかに透かすと、そしたら、お前何をしようとしてるの。俺まだ怖くなってきたやん。整形したらこうなんだ。整形する。あるんだ。あるんだ。あるんだ。ここの、そう、あのね、強い光にちょっと強い光とかに透かすと割と。そう。それは一番恐れてるんですよ、私。ちょっと春菜さん。え？私が。いやいやいや。マネちゃん、マネちゃん、同級生。同級生。ちゃんと芸人してますよ。54歳もう車じゃないんだ。多分、お前怖いことやめとけよ。どうなの。ああいう照明で透かしてもらえると分かると思うんです。ちょっと透けて。何が。やだやだ。ちょっと見てもらっていいですか。え、多分もうちょっと近づけば。お前何しよう。